いや、俺ね、送検されて不起訴とは言ってないんですよ。送検されたって言うから、ああ、じゃあもう警察の捜査はもうとりあえず終わったんだなと。で、あとは、検事判断じゃないですか。まあ、ね、もうこのケースだったらもう不起訴になるんじゃないって。不起訴になると思いますよっていうことを言いました。で、万年さんの枠では、ナイトの枠なの？俺ね、昨日の YouTube では、俺が送検されて、不起訴になったっていうふうに、上野が言っていたっていうふうに、なんか言ってたんで、いやいや、俺そんなふうには言ってないでしょと思って。だから、少しずつ少しずつ、だから、話が変わってっちゃうのね。やっぱりね、これ万年さんに限ったことじゃないんだけどね。やはり、彼女は後遺症による、妄想癖があるんじゃないですかね。どうなんですかね。まあ、単純にちょっと記憶力とか、なんだ、ちょっとそれはわかんないけどね。あ、ありがとうございます。抹茶ナイス。ありがとう。送検したからには時効までに検事は処理します。9割9分は不起訴処理ですけどね。そうなんですか。送検したその事件の9割9分は不起訴なの？そうなの？それは知らなかったです。身柄拘束しない事案なので時間はたっぷりある。あ、まあね。確かにね。そう、だから一応ね、それだけは言っときたいなと思います。56歳、年関係ないけどね。うん。ありがとう、徳明さん。ありがとうございます。誰か万年さんの矛盾の証拠を渡せばいいと思う？あ、もう、大丈夫、その段取りはしてますよ。段取りはもうつけてるんです。つけてます。証拠不十分の状態で、書類送検されてるので、もう答えが出たってことです。僕はそう思ってますね、19号さん。はい。僕はそういうふうに感じてますね。うん。でもなんかもう、大関さんもちょっと弱腰になってたかな。なんか、起訴は無理だと思うって自分でなんかさっきポロッと言ってたね。うん、起訴は無理だと思うって。うん、なんかちょっとポロッと言ってたから、でもやっぱ無理があるって本当分かってたんじゃないかな。うん。あ、10倍ありがとう。二十歳でも関係、興味ない。そうです。自分も暴行で書類送検されて2年経ちます。何も言ってきません。証拠ないから。うん、まあね。まあ、だからといってね、まあ、八五さんね、前から言ってるように、西山は正しい人間なのかって言ったら、俺はそうは全く思ってないし、だからね、現にこうやってね、やっぱ別の事件を起こしてね、やっぱ同じような、まあ、暴力とはちょっとね、定義は違うかもしれないけど、同じようなね、ね、やっぱりちょっと、ね、事件、まあ、公務執行妨害だけどね、起こして、ね、刑務所に行っちゃったってのは事実だから、まあ、でも本人はね、しっかりともう反省していたし、ね、